警察によりますと、今月15日の午前1時半過ぎ、福岡市中央区春吉の駐車場で、会社役員の男性が所有する1200万円相当のレクサス LX が盗まれました。これは現場近くの防犯カメラの映像です。画面の左側にある現場の駐車場に、犯行時刻ごろ銀色のセダンが入ってきます。その後、不審な動きに気づいた通報者が現場に駆け寄ります。 そのレクサスの左前がこじ開けられていて、格好が覆面ていうんですかね、まあ、3人はいたんじゃないかなと思います。そして、わずか3分後、施錠されていたはずの白いレクサスが駐車場から動き出し、セダンとともに走り去りました。警察は車の配線に直結してロックを解除する キャンインベーダーと呼ばれる機器が犯行に使われた可能性が高いとみて捜査しています。